こんにちは。朝7時半です。朝からスズメがご飯を食べていますが、今朝は氷点下になりませんでした。ハシボソガラスも朝からやってきています。つがいでやってきているんですが、単独行動をしてますね。ここは金木犀の木の下だと思います。もう一羽いました。金木犀の木に寄ってきましたね。ハシボソガラス2羽いるの見えましたか？ようやく合流しました。なかなかこんな風に近づいている姿を見ることは難しいんですけども、今日は一緒にいる姿が見られました。ラッキーです。何をしているのかというと、多分ひまわりの種を食べているんだと思います。他にも何か食べるものがあれば探して食べていると思います。いつも言っていますが、我が家に来るカラスは気が弱いというか、気が優しいというか、他の鳥の横取りをするようなカラスはほとんどいません。特にこのつがいは気持ちが優しい感じがしますね。メジロです。リンゴの芯のところを美味しそうに食べてますね。もう一羽は少し離れたところにいます。すぐ近くでは、またスズメがご飯の塊を転がして食べてますね。スズメは給食を一気に食べ終えて、次のものを探しに来るんですけども、特にこのご飯は大好きのようですね。野鳥の蒔絵を食べてから、ご飯を食べたり、リンゴの皮を食べたりしています。メジロのつがいが仲良くオレンジジュースを飲んでいます。一つのお皿で一緒に飲んでますね。オレンジジュースが飲み終わると、パイナップルジュースでも何でもきれいに飲みますよ。白石霊がやってきました。今日も単独行動ですね。今日は何を食べてるんでしょうか？もうシラスはなくなっちゃったかな。綺麗な青空になってきました。スズメがたくさん電線に止まっています。ちょっと風が冷たいですね。 2,3 日雪が降らないだけで本当にほっとしますね。今日はだいぶ雪が溶けた気がします。鎌倉は完全にトンネルのようになってしまいました。向こうが見えますね。雪解け地帯です。アジサイ、それから水仙などが植えてありますが、だんだん立ち上がってくるような気がします。ヒューケラのところの雪が溶けていますね。そしてオーデマリの根元のところも雪が溶けています。クリスマスローズのつぼみ、もうすぐ咲きそうですね。こっちのつぼみも3つぐらいついているでしょうか。もう少し色の白っぽいもの、それからおそらく白い花が咲くものも、もう少しで花になりそうです。鷹の葉ススキです。この不思議な物体はシュウメイギクの綿毛ですね。丸尾です。いつものように日向ぼっこをしながら外を見ています。それほど鳥にも興味がなくなってしまったようなんですが、暇つぶしにはちょうどいいかと思います。ついに丸くなって寝ました。足が伸びているのでかなり暖かいんだと思います。今日はちょっと道路の氷割りはお休みです。毎日氷を割ってちょっと疲れました。今日はこの辺で、バイバイにゃー。